今日はこちらのソナレの、ちょっと手入れをやりたいと思っています。ソナレは、ヒノキ科白芯属の仲間、心拍とか吐瘡とかそういうのの、お仲間ですよね。この種類はもともとは海岸沿いとかそういうところで地べたに這うようにして育っている植物だそうです。とにかく丈夫で扱いやすいっていう印象があります。なんか部分的に心拍みたいなひも葉になってるところもあるんですけど、基本的には杉葉でもちょっと細かい感じの色も可愛らしくて、ちょっとキュッて締まった感じの杉葉って言っていいんですかね、そんな感じでその姿も可愛らしくて丈夫だし、はい、結構好きな樹種です。どっちが前ですかね。やっぱこっちがこう幹の筋が見えてるんで、こっちを表にして作ろうかなと思います。まずはいらない胴吹き芽を書き取っていきます。使う枝はこれをこうちょっと差し枝に、頭はここもじゃもじゃしてるのはちょっとだいぶ整理して、この枝を芯にしたいな、頭にしたいなと思います。でそれを上でいらないと思うやつをパッパか取っていこうかなと思ってます。こういう枝の間にこう吹いてくるやつ、ここは根元から取らないとどんどん取っても吹いてくるんで、しっかり取ると。ちょっと痩せた文人風に作りたいんで、この枝いらないかなと思いますんで、刺すかな、刺してもな、一応取っときましょう。これは1箇所から2つ出てるし、この胴吹きもいらないか。この胴吹きは取っちゃって、で上を使いましょうか。とするとこれもいらんかな。ちょっと抜きすぎたらあれやから、これはちょっと後ろ枝取っとこうかな。これいらんくなるやかもしれんな、このねってだけどもいらん。よし、ここいらないと、ちょっと寝ちゃおう、やっぱ寝ちゃおう。うん、という感じかな。これをこういうふうにこうやって、反対側は頭にかけようかな。よし、これでここ少し積んでいこうか。枝がこう平らに広がるように、込みすぎた枝を抜いていきます。あ、枝じゃない、葉っぱ。今年最後の芽摘みみたいなことをしておこうと思います。よし、よし、できました。これでいいかな。うん、雰囲気変わってまた楽しめそうです。せっかくなんで植え替えしちゃいます。浮いてる根を切っちゃいます。よし、こう軽く巻いといて、軽く巻いときましょう。鉢はちょっとずっと使いたかった美咲さんのこのキラキラしている鉢を使いたいなと思います。ちょっとご縁があってお願いしてゲットしました。うん、よし、これで決めよう。
根はできるだけ見せない方がいいんですけど、私はちょっと植え替えの時自分で管理するのは針金が見えてた方がどんくらい食い込んでるかとか分かるんで、特に飾る予定がないものは割と見せちゃっています。できました。苔を張って苔貼って、で今ここ差し枝みたいなこの大事な枝は今こっちに流れてるだけなんですけど、でこうやって中の方にグッと入れる。これがいいかわかんないんですが、剪定で切り返して作った方が自然なんですけど、これはそういう静止も変じゃないかなと思ってまあやってみます。そしてこういう風になんかこうここもなんか見どころできたらいいかなと思ってます。はい、まあ、本来は這って育ってるので、まあ、県外とかにした方が似合うのかもしれないですけど、まあ、こういうのも面白いかなと思って作ってみました。はい、終わります。